はい、コミックゾノンさんの漫画の内容を知らずにタイトルだけ聞いて、ジャルジャルの2人が多分こんな内容やろうっていうのを演じます。それでその内容がびっくりするぐらい一致しまくっていくという、この不思議なイリュージョンですな。見たくなくなるわ。80歳かこのチャンネル。ヘロヘロやから再生をして、こんな喋りで始まったら見えへんわ。80のおじいちゃんのチャンネル。ちゃうねん、ゆっくり喋って。そうかですな。はい、そういうことですわ。はい、そういうことですわ。そうですね。タイトルだけ聞いてコントやりますわ。はい、そうですよ。はい、ね、はい、それがどんだけ、ね、ほんまの内容とね、はい、肉薄するかってことですよ。はい、はい、今日のタイトル、これ、こちらです。500年目のマリオン。500年目のマリオン。はい、さあ500年目のマリオン、スタート。どうも皆さん、今日集まってくれてありがとう。今日はなんとデビューライブでございます。マリオンです、よろしくお願いします。マリオンと申します。マリオンさんです。それではマリオンのデビュー曲ちゃんと聞いてくださいね。マリオンデビュー曲聞いてください。元気一発、元気元気ファイト一発、元気元気元気ファイト一発。ちゃんと聞いてくださいね。それから10年の月日が流れました。どうも皆さん、今日は10周年ライブ来てくれてありがとう。マリオンです。もう10年やられてるんですよ。ちゃんと聞いてくださいね。はい、それではマリオン10年目セカンドシングル、10年に1枚しか。ペース遅いなと思ったでしょ。ペース遅いなと思ったでしょ。よかったら、2枚目まだ10年で聞いてください。はい、パワーパワーパワー、元気元気、聞いてください。俺の握り拳パワー。パワーもらってくださいね。パワー元気元気、パワーもらってください。お姉さんも拳は十分にもらってください。はい、それからさらに20年後、皆さん今日は、僕の30周年ライブ、はい、集まってくれて、本当に古からのお客さんもちらほらおられますかね。この知らない方、マリオンさんです。はい、30年、シングルは、2枚しかまだ出していません。全然出ないなと思ったんですね、ファンの方ね。でも、まあ、10年目に2枚目です。そこから出てない。僕のデビューシングルはね、やっぱり一番売れたので。デビューシングル一番売れたら大したことない。2枚比べた場合ちょっと売れてるね。パワーパワー元気、もうそんなに来るからな。パワー元気元気、覚えてない。30年前パワー元気元気、パワーと元気もらってください。はい、70年後、デビュー、100年目になります。100周年ライブ来てくれてありがとうございます。僕ももう120歳になって、かろうじて生きています。その間、元気シングルは3枚出しました。ペース遅いなって思った。それだ、ペース遅い。去年出した CD 力、聞いてください。力のある限り、力なんてない、力のある限り、力なんてないのにね。力のある限り、ないのにね、力なんてね。400年後、今日は、500周年ライブ来てくれて本当にありがとうございます。奇跡的にできてまーす。それはギリギリ俺が今年出す、800名のシングル聴いてくれー。いっぱい出せたー。同時に今までマリオンさんを売り込んできた。300年目にミリオンヒット出しました。ステージで死ねたら本望だな。カッ。はい、お、なんか似てる、似てるちゃう、これ雰囲気。ほらライブやってる、ほらほらほら、ライブやってるやん、ライブやってるやん。このカーテンの開いたらライブやん。ほんまやほんま。まあ、こんな時からやからな。うまい。うん、多分これさっき言うてるけど、何年後何年後ってなってくんちゃうん、これ。ほんまほんま、ほんまな。ライブやってるやつやんな。パリのライブ会場イメージしてた。そんな。そやなってやっぱり分かったでしょ。分かったよ。もう、だいたい一致してるんちゃいますか、これは。これかなり一致してました。かなり一致してる。そう、この漫画はですね、マリオンという少女が1940年のパリを舞台に歌手として、うわ、激動の時代に飲まれながらも頑張っていくという。すごいやん、すごいやん。マリオンが歌手、はい、しかも人の名前。そうです。うわ、すごいやんか。あ、じゃあマリオンのやつは合ってたよ。合ってました。すごい。
で、これ500年は何の ?500 年は、これミュージカルっていう設定なんですけど、うん、それがジャンヌ・ダルクなんですね。その役を演じるのがマリオンなんですよ。ジャンヌ・ダルク、うん、ジャンヌ・ダルク、中世の500年ぐらい前ってこと。そうです、あ400年代な。あ、でも、すごいな、うん、ステージ上で売り込むそのマネージャーみたいな人はおったの？あ、いました、いました。おる？全く知らない。ステージ上で売り込む裏で、あ、すごいすごい。あ、来たね、イリュージョン、ジャルージョン。おい、締め方。おい、さて、おい、締め方、ジャルージョンやないねん。片方何も言わんとはけて、ほんま俺がおらんとまとまらんな、この3人は。俺おってよかったやろ。はい、終わり。コントー